皆さん、こんにちは。高校3年生6組の寺澤香穂と水谷霞です。私たちはこれからの奈良育英学園ということで、今年度からさらに新しくなった言語技術という授業についてお話しさせていただきます。まず私、寺澤が高校3年生 S コースの生徒が言語技術について取り組んできたことを概括させていただき、その後、水谷さんにバトンタッチをして経験談をお話ししていただきます。私たちが授業で言語技術に取り組んだのはこの4月が初めてでした。始めたばかりの頃は簡単なやり取りの中でも理由を追求されるとうまく返答することができず、もどかしい思いをしました。相手に分かりやすく理解してもらえるような話の構成を考えることが難しく、授業中よくみんな頭を抱えていました。授業では基本の問答ゲーム、意見と事実の区別、絵の説明、物語の構成などさまざまなワークを行いました。中でも一番大きな取り組みがクラス内でのグループ対抗プレゼンテーション大会です。グループに分かれ、グループの代表を決め、グループ全員が優勝できるように協力しました。どうすればよアドバイスし合うのです。計2回のそういったプレゼンテーション大会を経て良かったと思う点が3つあります。1つ目は、相手と会話をするときに相手の目を見て話すことができるようになった点です。2つ目は、グループ全員が誰かのために自分ができることを必死に探した点です。そのせいか、コミュニケーションがスムーズに取れるようになったと思います。3つ目は、聞く姿勢が失われたという点です。その結果、他人のいろいろな考えや思いを知ることができました。そして何よりも、言語技術の授業中、クラス全体の雰囲気が本当に明るいものでした。以上が言語技術という授業に行った大まかな流れのご説明です。次に、水谷さんに実際に発表者としてプレゼンテーションを行った時のことを説明していただきます。私は言語技術という授業を通し、自分の新たな可能性と自信をつけることができました。私は昔から人前に立ち発表することが大の苦手で、今までたくさん発表する機会はありましたが、そのために失敗を繰り返してきました。そんな私がこの言語技術の授業で班の代表に選ばれ、発表しなければいけなくなったのです。発表当日、私は過去の失敗の記憶が蘇り、不安に襲われながらも、班の仲間や先生たちに見守られ、発表を始めました。すると、自分でも驚くほど落ち着いていて、自信を持って発表することができました。発表が終わり、班の皆さんの元へ戻ると、すごく良かったよと言ってもらえ、私は心の底から嬉しかったです。この言語技術という授業がなければ、私は自分に自信を持つことができなかったと思います。なぜなら、言語技術をとても体系的にやり方を教えてくれるからです。文の組み立て方、説明の順序など、日本語だからこそ見逃してきた細かな部分を一つ一つ教えてくれるからです。今はまだ言語技術という授業をしている学校は少ないですが、この奈良育英のように言語技術に取り組む学校が増えて、自分の新たな可能性に気づける人が増えればいいなと思います。会場にいる後輩の皆さんも、この言語技術を通してこれから必要となってくる力を習得し、
さまざまなところで活躍してくれると信じています。そして、そのきっかけとして、私たちはこの奈良育英学院に習得したゲーム技術という力を発揮し、これからの未来を作っていく優秀な人材として貢献できればと思っています。以上、私たちからは、ゲーム技術という面から、これからの奈良育英学院というテーマで発表させていただきました。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。